ローストビーフローストビーフの塊ヨクシャープディング他を添えたローストビーフローストビーフは伝統的なイギリス料理の一つ牛肉の塊をオーブンなどで蒸し焼きにし薄くスライスしたもの焼き上がった後は薄くスライスしてグレービーをかけて食べる薬味としてホースラディッシュマスタードやクレソンと共に供されるまたサンドイッチの具やハッシュドビーフに用いられることもある 中身をほんのり赤みが残る程度に焼き上げるのが最上とされている。イギリスではローストビーフは伝統的に日曜日の午後に食べる昼食のメインディッシュとして扱われ、この際にはヨークシャープディングを添える。最もかつての貧しい家庭においてはヨークシャープディングの量を増やして腹を満たし、ローストビーフの量を節約することがあり、実質上、 主食と副食の関係が逆転する場合もあった。残り物の,の冷たいローストビーフは翌日月曜日にチップスとサラダと共に晩ご飯に供される。かつてのイギリス貴族は日曜日には牛を丸ごと一頭ほふてローストビーフを焼くサンデーローストという習慣があり大量の残り物で平日の食事を賄っていた。このような習慣によってイギリス料理には ローストビーフ以外には大して美味しいものがないという状態になり、イギリス料理はまずいという評判を作る原因の一つになっている。その一方、ローストビーフの残り肉の調理法の一つとして、植民地インド由来のカレーを作る文化が生まれ、他国にも広まった。また、エンドカット部分は旨味が一番染み込んでおり、エンドカットを指定して注文する客も少なくはない。 エンドカット部分は肉塊一つから両端の二つしか取れないため貴重である。日本においては伝統的なおせち料理ではないものの一目を引く一品として加えることも多い。また、丼飯の上にスライスして並べたローストビーフ丼も2016年頃より若い世代に人気を博しており生卵やマヨネーズ、ヨーグルトソースなどをかけて食される。ありがとうございます。